どうなんや。あ、ナイスラー。直線上に。ナイスラー。いいね。右斜め後ろからの追い風。そうだ。はい、中川村に到着しましたよ。明日から日本一決定戦でございますなぜかいつも出ない僕の方が緊張する出ない僕じゃない、私も緊張してます。緊張感だけは共有どころか俺が上回っとるでね行きます。いっぱい入っちゃった。明日頑張ります。はい、お願いします。おはようございます。いよいよ始まります。頑張っていきましょう。すごく寒い、そして風も強いです。空砲が鳴ってて寺が挙動不審です。ちょっとやばい感じになってます。心配。風吹いてるね。今年の色ほら、青が濃い。始まりますよ、年に1回のお祭り。プロティ何番？こんなことやったら2番。よかった、色が4位やで、パバニが4位だから。何時間かな。ああ、それは自由です。イサリンボルト1010ロビー池田の稽古ワリセカンドランキングステージチャンピオンシップ優勢総合ランキング1位は鈴木大さん。この勢いでファイナルも頑張ります。おめでとうございます。先生、私たちはディスクノックという競技が大好きです。最大の相棒と夢に向かって努力し、ワンプレーワンキャッチに声を上げ、嬉しかったり悔しかったり、そんな経験が私たちの宝物です。いつも応援してくれる家族や友人たちに感謝し、グランプリファイナルを最高のものにすることを誓います。みんな一緒にフライハイフライハイダジャン違うか小山さんいいかあ、暴れとるね、相変わらずピコ。じゃあ頑張ろうな、楽しもうね。はい、もうちょっとお昼頃ね、出番は。Good.
イクラと私にとって初めてのグランプリファイナル。ナイスキャッチ。私の T シャツ、はい、フライハイ、はい、でブルーだ、ブルー22万あります。さあ西から、ランキング2位のチーム。さて、いよいよボルテージが上がってきましたね。緊張してますよ、僕が同じエリア、あの入る前になると緊張しだすんだ。最後の練習15秒。さあ、寺迎えに行きます。3投目、キャッチ決まりました。3ポイント戻って4投目。3、2、1、スローボールエリア飛んでくるか。キャッチ決まりました。2投目落ち着け。頑張ったな、すごいな。よう取った。頑張った頑張った。ね、追い風であれやから向かい風もうちょっと頑張らんとね。そうね。次、はい頑張ろうぜ。明日も頑張れよ。決勝行けよ。頑張れ。ご飯食べよ。ご飯食べようテラ。はいテラちゃん頑張りました。ちょっと。気が流行ってね、ダダダー行っちゃったの。呼び戻しが最後ギリギリだったけど、4投目カバーしてくれてキャッチもできたし、意外とちょっとだけ落ち着いて投げれました。よかったよかった。ピコ、ピコちゃんお留守番ご苦労。ピコはね、来年っていうか来季、去年も来季って言っとったけど、ね、うん、いいのいいの、毎回来季頑張れ。はい、これ、昨日ね近くのスーパーで買いました。リンゴ、長野のリンゴ。寺にあげるよ。寺、あらあら、よし。いいか、はい、ピコ、待って、ピコ、ステイ。ステイ。よし。口まで。寺、よし。あ、優しい。ピコ、ノロノロ。よし。はい。落とすね。めっちゃね。はい。
テラ5番目今5。テラ5位だって。トイマンチェスターテリア。テリア。あの速いディスクに追いつくから。すごいわ。ちょっとね。明日も天だって。明日で優勝したら。ひごちゃんいつもおやつをもらってるようで座っております。泣きやな。ありか。食うたらさっと行くよ。もうないんけ。あるやあるんかいや。あんたでさっと出せ。遊ばれております。はい、ピコの大会一人エントリー番外編。はい、ファーストラウンド始まりました。キャッチ、ワンキャッチしました。来ます。おお、取った。お、追い越した。4投目。はい、あれちゃんと見てよピコ。はい、ピコの大会終わりです。一人大会1ラウンド目でした。終了。はい、初日終わりました。明日は向かい風になるかもしれんけど、うん、そして雨かもしれんけど、うん、決勝ラウンド進出目指して頑張ってください。頑張ります。落ち着いて。でも今日はすごいドキドキしたけどさ、やっぱ緊張して。あのね、テラを迎えに行ってね、テラをタープの中に連れてきたら、ちょっとなんか緊張が始まってさ、やばいやばいって言って、で入ってから、あ、すぐや上げちゃったと思ったけど、上げてすぐにもう一回素振りして確認してで投げたら、まあちょっと落ち着いて投げれました。はい、小松さんの湯にやってきました。お風呂行きますよ。はい、さっぱりすっきりお風呂入ってきました。いい湯でした。今から、ソースカツ丼のお店に行きます。じゃあその後ミニヒレカツ丼。あんまり見てない。今日は道の駅で泊まります。明日また頑張ろうぜ。じゃあ頑張ろうね。おはよう。おはようじゃないと。まだ。今日は雨です。小雨が降ってます。二日目始まりました。はい、ピコちゃんの朝練。どんな加え方やん。ディスタンスウーマン、セカンドラウンドスタートです。コツコツと毎大会で我慢のプレーが続いております。二度に上げて、これが4投目。いいスローだ。ナイスキャッチ。5ポイント。シャーって思ったら、シュワーって投げれんねん。じゃーん。リクちゃん、これよ。戻りもええんだから。すごい練習してますよ。キャッチ決まって6ポイントからのスタート。ナイスロー、ナイスロー。さて、いよいよスモールドッグ始まります。ちょっと風が吹いたり止まったりで運次第というところもあるんで心配だけど、いや、寺頑張れー。寺頑張れよー。早いなー。いける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 。ナイスロー。
スラウンド18ポイント獲得。いける負けてもた。では残念ながら予選本敗退になりました。でも頑張って走ったよ。順位はね10位、20チーム中10位、ちょうど真ん中。ピコノス一人エントリーセカンドラウンド始まりました。はい、2投目いきます。どれどれ、2投目、おお、なんだそれ、ノーキャッチ。雨の中頑張っております。さあ次はどうでしょう。1投ぐらい取りたいよね。どうだ、あ、取った、ナイスキャッチでした。タイムはオーバーしておりますがまだやり続けております。キャッチできた。ファイナルが始まりました。アドバンス予選通過第2位、このグランプリファイナル何位で上がるでしょうか。よし、スタートしてまいりました。まず1投目、ナイト。お疲れ。お疲れ様でした。ありがとう。お疲れ様。帰る帰る。リンゴめっちゃうまいよ。時々あの姫路も姫路の方にも行く。ちょっと見にちこちゃんも大きくなって。ありがとうね。ありがとう。ま、お願いします。お疲れ様。気をつけてね、そっちもね。お疲れ様。なんかみんなこれだけで友達になっちゃうよね。うん、2日間大会終わったし、ちょっと遠出してきたんで、これから旅に出かけますよ。とりあえず風呂だ、風呂、うん、ゆっくりちょっと体温めないと。今日混んでるね。
湯でした。体温まりました。今日の宿泊地向かいます。エイコーブで買い物してきました。ここ大芝高原、もうちょっとまっすぐ、はい、到着。ご苦労さん、寺ちゃん、ありがとうな。楽しかったわ。寺のおかげで楽しめた。うん、ありがとういいね、寺なんか、ピコ来年頑張るか。もしよかったテラもうちょっと頑張れるかな。なあ、今度父ちゃんと一緒にやって楽しませてくれよ。なあ、うん、ブルブルブルーするんやろ。おー出た、ピコちゃん。無視ですね。こんな感じで今日はサクッと食べたいと思います。乾杯。お疲れ様でした。いいお疲れさん。落ち着かんやつがここにいます元気やね。まったく落ち着かん。落ち着いてるな、寺。十分休めよ。